玄海町が九州大学と共同で進めてきた薬用植物栽培研究所がこのほど完成しました。研究所は、玄海エネルギーパークに隣接するおよそ1万8000平方メートルの敷地に温室など11棟を備えています。ここでは、国内では自生していない漢方薬の原料、肝臓を研究します。栽培技術の確立に向けて、気象条件などの実証実験を行います。 肝臓は国内で販売されている漢方薬の7割に配合されていますしかし主な輸入先の中国では卵殻による枯渇も懸念されているため安定的な国内需給と品質向上を目指します11棟の施設のうち肝臓を研究する施設は6棟あり土壌研究や苗の培養などを行いますまたそれ以外の薬草を扱う温室も5棟あります その他見学者用の遊歩道を備えた路地栽培のスペースもあり、およそ150種類の薬草や薬木を栽培する計画です。総事業費はおよそ11億8千万円です。このうちおよそ7億6千万円は、玄海原発のプルサーマル受け入れに伴う核燃料サイクル交付金と電源立地地域対策交付金を充てています。薬草の見本園としてですね、 えー、約120種の薬草を今展示栽培をしておりますので、えー、関心のある方はご案内いたしますのでご来場お待ちしております。